2月23日火曜日、天皇誕生日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送、新行一華の OK、コージーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田祐紀です。 あなたと一緒にニュースを考える、新行一課の OK 工事アップ。今週は飯田工事アナウンサーお休みでして、私新行が担当いたします。今日は天皇陛下のお誕生日。 えー、陛下は天皇陛下は61歳の誕生日を迎えられました、祝日ですね、はいえー、今日はお家でまったりという方もいらっしゃると思いますし、ね、変わらず私たちもですけど、お仕事という方もねいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、うん、今朝はいかがお過ごしでしょうか、えー、ちょっとですね新聞の一面をざっとですね見ていきたいなと思うんですけど、はいえー、まずですね、あ,あ あの総務省11人処分へ会食のことについてですね、あの一面が、えー、読売り。り 朝日新聞、そして毎日新聞、東京新聞、そして産経、えー、新聞が関西・中京選考解除へ、五、えー、府県緊急事態、26日にも決定ということで、あの先行して前倒しでこう解除するかどうかといった部分ですね、うんえー、一面になっておりまして、これはあの7時台、また長谷川幸宏さんと一緒に深めていけたらなと思ってるんですけど、その中でちょっと気になる一面がありまして、はい、えと日本経済新聞なんですけれど。 えー、東芝 GE 洋上風力提携日本で基幹設備生産へというふうな一面になっていて。 ちょっと読みますと、東芝とアメリカのゼネラルエレクトリックが洋上風力発電の基幹設備を共同生産する提携交渉を進めていることが明らかになったと。政府は再生可能エネルギーの主力電源として洋上風力発電を位置づけましたが、ヨーロッパとか、あと中国勢が先行しているというふうな記事になっていて、はい、私、すんごくもう文系の人間なので、はい、こういうこう記事を見ると、こう、 目が点になるというか、<laughs> はぁと思っちゃうんですけど、さらにこれめくると、洋上風力ってどういう、じゃあ発電なのかっていうのが、こう図が載っていて、はい、まあ説明されてるんですけど、わか,かるような、わからないような、はい、なるほどわからんみたいな感じになってしまっていて、<laughs> ただ内田祐樹アナウンサー、このあたりのことっていうのは、大学の時に研究、はい そうですねあの同じ研究室の仲間たちはもう本当にここが専門で研究している仲間もいたので<ー>まあ、うん、他の人よりは明るいかなこの分野に関してはと思うんですけれどもちょっと質問していいですか、はい、上洋上風力っててまず何か教えてもらえますそもそも風力発電って、うん、扇風機を逆に考えると風力発電なんですね扇風機は電気が送られてきてファンが回って風が来るわけじゃないですか。はい 風力発電は逆にファンを風で回してもらって電気を得るっていう、まあ、発電方法なんですけれどもうん、うん、洋上風力発電っていうのはまあ今皆さんがこう想像している風力発電って地上にこう設置されてるイメージだと思うんですけどす、ね、海の上で、えー、風力発電をすればいいんじゃないかっていう研究,研究というか、まあ、発電方法ななんですね。ん,なんかよくその日本の,その発電の電力量みたいな図を見ると。はい 原子力があり水力があり火力がありっていうイメージがあるんですけどでこの記事とか見るとそれこそヨーロッパとかはその再生可能エネルギーと言われるものがすごくこうなんだろう先にいってるというかすごく盛んだみたいな報道をよく目にするんですけどそれってその理由って あるんですかまあ僕もあの本当の専門家の方じゃないんでまああの一般的な知識ですけど日本に比べてその地形的に水力発電だったりが有利な国っていうのが多いんですよ、えー、特に北欧なんかは90%を超えるくらいが水力発電で電力賄っているっていう国もある上にヨーロッパ同士は陸続きなんで送電も電気をこう送り合うネットワークができていてあの自然エネルギーが豊富な国は他の国にそういった なんていうんですかねクリーンなエネルギーを送ることができるっていうシステムもうあるんですよね。なるほどあじゃあ地形的な部分っていうのすごく大きいんですね,そうですねやっぱり日本が島国だから、うん、あの不利になっている部分もなくはないあなるほどで今回のこの洋上風力発電っていうのはそれこそ島国の日本だからこそやっぱこれはやるべきなんじゃないかっていうことなんだと思うんですね。海、はい、海ががががややっっっぱぱりり排他的経済水域っていいいうのが多多ででででですからら日本が自由にききる海が多いんでそこでやっぱり発電できたら いいよねっていう風に話になりますし、うん、まあヨーロッパ中国っていうのがこれ本当に先行してるんですけども今回 GE っていうゼネラルエレクトリックってアメリカの企業なんで日本とアメリカってちょっとこの分野においては遅れを取ってる企業2つが手を組んで<ー>まあお金を出して。うん 風力発電洋上風力発電をもっと進めていこういうことといここなんですよ、うん、これ日本での研究っていうのはそれこそそうですねまあそもそも洋上風力発電って再生可能エネルギーの中だと比較的、うん、その変換効率自然のエネルギーから電気に変わるまでのエネルギーのロスが少ない発電方法って言われてるので、うん、まあ経済性というかコストに対して発電量がまあ見合う可能性があるよっていうのが。 言われているんですね<ー>ただまあこれっていうのも国とか企業の規模感でやらないとどうしてもこの経済性って成り立たないんですよ<ー>イメージなんですけど、うん、洋上風力発電のファンの大きさあのプロペラの部分の大きさってどのくらいだと思いますうん、うん、ええー、どれくらいなんだろう想像つかないな,なんとなくでえっ、ー、かんないどれくらいえっとまあ直径なんですけど大体もう1 0 0ル前後、うん、それぐらい 大きいんですよだからこれ地上に置くとちょっと音の問題とかも実はあって結構あれ1個ファンが回ることでブンブンって大きな音するんですようん、うん、今僕も腕ぐるぐる回してますけど <laughs> <laughs> でもそうやって音の問題とかも解消されるんで、うん、まあこの洋上風力発電っていうのは期待したいなというふうに思ってますなちなみに、はい、これもう内田君の「考える」でいいんですけど <laughs>、はい 洋上風力。まあ、よくね、あの、脱炭素化へとか CO2 減らそうみたいな話って最近本当によく聞くと思うんですけど、はい、じゃあその洋上風力本格的にやっていくぞと思った時に、どれぐらい予算し欲しいってなんかうちの、えー、アナウンサーに聞いてどうするんだって話ですけど。<laughs> でも、うん、あの、はい、変な話、研究ってお金と人さえあれば、 進むスピードってもう格段に変わるんですよ。ああ、よく基礎研究が大切って言いますもんね。大切です。本当に、あの、やっぱそこが無駄だと思われてしまうことって、正直多いんですよ。ワクチンのこともよくそれは話題に、ねえー、なりますよね。そうなんで、んお金はあればあるだけいい、まあ、け K。け k <ー>はまあ冗談にしても、<laughs> まあでも何兆円っていう規模で、これを進めていけば、まあ、ここの,あの日,日経新聞の記事にもあると思うんですけれども、まあ、火力を、うん あのなんていうんですかちょっとずつちょっとずつ減らしていける要因になるんじゃないかというふうにも書いてあって、なるほど。まあそこは期待したいというかう、うん、まあそれぐらいお金をかけてもいいなんていう事業というかう分野なんじゃないかなと僕は思ってます。なるほど。えー、まずこの時間日経新聞のえ洋上え風力についてちょっと内田アナウンサーにいろいろと教えていただきました。ありがとうございます。勉強になりました。いえいえ あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。新業一課の OK コージーアップ。リスナーのあなたとコメンテーター、内田アナウンサー、私、新業で作り上げるニュース番組です。メール、ツイッターを使ってぜひ番組に参加してください。今日のコメンテーターは、ジャーナリストの長谷川幸宏さんです。7時台、まず最初は、関西三府県政府に対して緊急事態宣言の解除を要請へというニュース。ニュースネットワークの1本目ですが、菅総理が長男の接待問題について謝罪。ネット ワ日本名中国の王毅外相がアメリカのバイデン大統領に対中政策の見直しを求めるニュースキーワードメディア論えそしてニューススクープアップは加藤官房長官が新型コロナウイルスのワクチンについて2回の接種が前提と述べたというニュースですでこちらのスクープアップなんですけれどもえ東京都医師会理事で東京都のワクチンチームのメンバー成城学園前にあります鳥居内科クリニック院長の鳥居明さんとお電話つないでですねえ東京都の そのワクチンのスキームですとかいろいろまた伺っていきたいなと思っております今週はハクツル酒造のレ・ココットシャルドネ 750ml 入りを1本ずつ20歳以上の方限定で毎日5人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください この時間は逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題して一週間お送りしますが、えー、今日は先月1月30日31日の2日間にわたって行われた第21回全日本パラパワーリフティング国際,ショ、えー、国際招待選手権大会全日本選手権の舞台裏についてパラパワーリフティング連盟の吉田進理事長と事務局の吉田恵里子さんにインタビューした模様をお送りします。 えー、パラアスリートはですね、障害によっては新型コロナウイルスにかかると重症化のリスクがあるとも言われています。まあ、それゆえに大会を開催するためには万全のコロナ対策が必要になってきます、えー。パラパワーリフティングは去年の10月にチャレンジカップという大会が京都で行われましたで。この時はまだ室内のパラスポーツの競技で大会を開催しているところはあまりない状態だったんですね。 で、京都で練習の拠点にしているサン・アビリティーズ常用の敷地内にリハビリテーションの病院がありまして、そこの院長のアドバイスを守って、車椅子の消毒ですとか、ソーシャルディスタンスを取るための空間の使い方、アップ状とか、あと控室ですね、えそしてアクリル板の設置など様々な対策を行って開催しました。 それでこの対策を生かして開催されたのが、先月1月30日、31日にわたって行われた全日本選手権なんですね。まあ、本来であれば海外の選手の参加予定もあったんですが、こちらはなくなりました。出場する選手のみならず、カメラマンや補助員、合わせて75人の PCR 検査を実施しまして、全員陰性の上で大会を行いました。競技会場は多目的室だったんですけれども、 ワンセッションの最大選手数を、えー、7人程度に限定しまして、審判などを含めて13人のみが入室。メディア席は体育館に設置しまして、パブリックビューイング方式で画面を通しての取材。まあ、つまりは、競技会場エリアに入れるのは PCR 検査を受けた陰性者の人のみということにしたんですねで。チャレンジカップの時も映像の配信というのはしたんですが、 新たな試みとして全日本選手権では見ている人が楽しめる大会を意識しました。例えばプロジェクションマッピングのような映像の演出をしたりですとかえ、そしてリモート応援、リモートチェアラーというのを導入しました。私もあのスマートフォンで遠隔応援ができるというこのリモートチェアラーを使いながらオンラインで観戦をしたんですけれども、スマートフォンの画面にファイトとか、 あと、頑張れ、拍手。あと、選手の名前を呼ぶ、こう、ボタンみたいなのが、こう、現れて、そこを、こう、タッチすると、試合会場にあるスピーカーから音声が、こう、ファイトとか流れてくるっていう、そういう仕組みになってるんですね。で、配信そのものは、実況と解説がついていて、スポーツ中継見ているようだったんですが、リモートチェアラーを実際にこう使ってみることで、私自身も大会に参加しているような気分になれたんですよね。え、選手からも、このリモートチェアラ、好評だったそうです。選手の 環境を事務局の吉田恵子さんに伺いました過去2大会パラリンピック出場している男子49キロ級の三浦選手なんですけど、はい、久しぶりに怪我や病気からふっきりして優勝に迫る大活躍をしたんですけど、はい、それがそのみんなが応援してくれるのが伝わって、うん、もうめちゃめちゃ楽しんで試合やったぜみたいなことを言っていたのが<ー>面白かったですし、はい、あとその。 選手と西崎選手は会社ですとか関係者の方が社内のシステムで大観戦会応援会をやっていたことでその競った時に自分のモチベーションとして今この会場にはいないけどカメラの向こうでみんなが見てくれてるっていうのがすごい励みになって負けられないって思って燃えたって言ってであの見事優勝を2年連続したっていうのが面白いエピソードだなって思いました。 え、男子49キロ級の三浦博一選手と西崎哲夫選手の感想をですね、吉田理子さんに伺ったんですが、このリモートチェアラーは、えー、学院大学の学生の皆さんが応援のその言葉を考えて音声の作成をしたそうでして、リモートで連名の方ですとか選手と話し合って、まあ、どんな応援だと嬉しいですかっていうのを選手からもしっかりとヒアリングしてその上で作ったそうなんですね。で、日本工学院八王子専門学校の生徒の 皆さんが作成した大会をこう盛り上げる BGM などもあったのですごく賑やかで華やかな大会だったなと私も感じましたパラーパワーリフティングの選手の練習の状況なんですが去年の4月5月はほぼ ゼロだったんですが、6月からは調布に練習場を見つけまして練習会できるようになりました。オンラインでつないで地方にいる選手に練習会の様子をこう伝えるようにしたんだそうです。で、またかつその映像を撮って練習の様子を送ってもらってアドバイスを送るというオンライントレーニングも実施。で、日本代表のヘッドコーチがあのジョン・エイモスさんというイギリスの方なんですけれども、まあ、こういった状況でコロナ禍で日本に来られないということでしたので、えー選手 そのトレーニング動画送ってそれに対してヘッドコーチがコメントをつけてまた送り返すというそういう取り組みもしましたで、コロナがなかったらこういったオンライントレーニングもなかったということで、まあ、大会の運営だけではなくって新しい試みができたというのもこれも収穫だったとおっしゃっていました 全日本選手権について吉田理事長は無観客でやるとこういう形で試合ができるんだっていう東京大会に向けた一歩になったと思うとおっしゃっていましたそしてですね仮に東京パラリンピックが無観客で開催されるならばどんな大会にしたいかどんな試合にしたいのかというのもお伺いしました。 もし無観客でしかやっぱりできないよということになってしまったら、はい、やっぱり組織委員会の皆さんにも頭からっと切り替えていただいてですね、うん無観客でその,その世界に感動を伝えるにはどうしたらいいかというふうにもう発想を変えてですね、頑張ってもらうしかないんじゃないかなと思いますね。はい、で、それはね、やっぱり私は可能だと思うんですよ。はい、映像をさらにグレードアップするとかね。う 選手はやっぱり応援の声が届いてアドレナリンが出て頑張れるというのはありますから、はいうん、もう観客席に誰もいなくてもですね、そこに大型スクリーンをいっぱい並べて、えー、いろんな場所でパブリックビューにで見てる人たちの顔とかね、雰囲気を映して大声援がそこから来ると。<ー>だから遠くにいてもこんだけの人たちが応援してくれてるから頑張れるよというような発想もあり得ると思うんですよね。 とということでやっぱりね頭の切り替えはねひょっとしたら必要になるかもしれません、ねうん、なるほどもしそうなった場合は今回行った大会のノウハウとかそういった部分はもう組織委員会にこう伝えていこうっていうふうな部分はやっぱり,ありますかもうもう,もういくらでも伝えたいなと思います <laughs>、はい、そうですよねはいということでお聞きいただきましたけれどもあの本当に 答えづらい質問に答えていただいたなと思います。開催かどうか、えー、無観客かどうか、まだわからないという、やっぱり状態ではあるんですけれども、やっぱりこう選手の皆さんですとか、それを支えている関係者の皆さんって、リオパラリンピックから5年、もうそれ以上ですよね、時間をかけてトレーニングをして、もいろんなことをこう本当に積み重ねてきたんですよねで。もちろん生で応援するのがもう一番だと思うんですけれど、あの、無観客であっても、選手に応援が届く仕組みなど、現場の皆さん さんんは模索ししていらっしゃるんですよね、えー、事務局の吉田絵子さんが選手の姿を伝える努力をやめてはいけないと思って活動していますとおっしゃっていたのもすごく印象的でしたいやーあのオンラインで観戦できるっていうのがまずちょっと驚きだったっていうのが一つあるんですけど、うん、そのリモートチェアラーですか、うん、リモート応援の方法僕あれ画期的だなと思って、ええ、やっぱりこっちから何か。 何でしょうあのスポーツをやっている人に対してこっちからの思いもやっぱ伝えたくなる時ってあるじゃないですか,かその気持ちをこう何でしょうオンラインの形式でどう伝えていくかっていうのがすごくこう何て言うんでしょうシンプルで分かりやすくてでも気持ちが伝わる形になってるのが素敵だなと思いました。 え、逆境に負けない現場の声聞かせてください。明日はコロナ禍で厳しい状況にある農業と新たな消費への取り組みについて、え、産直通販サイト食べ直を運営されている秋元里奈さんにお話を伺います。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです。ツイッターですね。このパラーパワーリフティングについてもいただきました。ガレオンさん、パラーパワーリフティングもリモート応援使ったのかといただきました。このリモート応援の仕方っていろいろ模索されているなって思っていて、各競技ごとに。はい、例えばなんですけど、たまに私、あのアメリカのプロレスの WWE とか見るときあるんですけど、たまにね。はいはい、見てると、選手がこう試合している周りにこう、LED のこう大きなビジョンがブワーって広がっていて、はい、そこに、 お客さんのこう姿がバーってこう映し出されて、<ー>みんなこう手上げたりとか拍手したりとか、まあ、時にはブーイングしたりとか、なんかそういったのが映し出されていて、なんかスポーツの大会ってこう選手の皆さんの頑張りっていうのもすごくこう見るの素敵だなと思うんですけど、うん、そのお客さんが盛り上がってる姿っていうのも、よりなんかこう会場のなんか臨場感っていうのを勝き立てるので,で、ね。選手からしても嬉しいですね。ちなみに NBA でもやってます。そうなんですか、はい、僕 NBA 好きなんですけど。そっか今日も NBA <laughs> のね、なんかあの、スウェット着てるからね <laughs>。<laughs> <laughs> えー、ツイッターですね。佐藤ちゃんからいただきました。あの、オープニングの内田アナウンサーの洋上風力に関するその、え、はい、解説についていろいろと反響をいただきまして。ありがとうございます。ま、あの、学校で勉強したことをこう教えてくれたっていう部分なんですけど。<laughs> はい、えー、佐藤ちゃんからはですね、えー、ツイッターでいただいてまして、洋上風力発電って日本には不向きって聞きますが、そのあたりどうなんでしょうというふうに。やっぱりあの、地震とか津波とかにやっぱり耐えなきゃいけない洋上風力発電を設定。 することそれから、まあ、さっっきき言ったよように大きいんですよねだから船が行き来する日本にとっては、まあ、その場所っていうのをどうしましょうっていう話にどうしてもなってしまうんですけど,なるほどでもやっぱりその何でしょう地震とか災害にも耐えうる洋上風力発電を作るにはやっぱりどうしてもお金とかねお金が必要かかってきちゃうんでうんまあそういう意味で今回のこの東芝と,、えー、と GE の、うん、えと洋上風力発電の まあ提携ですね、これはもう本当に大きなことなんじゃないかな、これから進んでいってほしいなというふうに思います。はい。今日のコメンテータージャーナリストの長谷川幸洋さんです。おはようございます。なんか若くていいね。本当ですか。今日はですね、あの二千一年目の内田有紀アナウンサーと内田と申します。よろしくお願いします。はい。 なんかそのトレーナー来て喋るってのもすごいね <laughs> 皆さんね聞こえないでしょうけどねこのいかにも、ね、5000円ぐらいのトレーナーだなこれはいや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  <laughs> もうちょっともしかしたら安くな <laughs> った安くなった飯田アナウンサーのまあいわゆる後輩によたるんですけどそうなんですよ大学のあ、横浜国立大学、はい、後輩になります、はい、でもあり<え>あの制作部のアナウンサーってなかなか実はその飯田さんの後輩入ってこなくてスポーツ部のアナウンサーってこう採用があったんですけどはい、はい、何年ぶりなんだっけ16年ぶりの<ー>一応男性アナウンサー 政策部としては、えー、入ってきたという形ですね学生時代からこういう仕事やってたのいや<う>全くはいもうあの何でしょう理系だったんで研究ばっかりしてましたそうなんですよ<ー> <laughs> 何の研究していたかじゃあ改めてえっと海底熱水交渉におけるまあえー、っと 金属の取り出す方法についてっていう話なんですけどちょっとあのこれ特許申請しててあんまり深く話せないっていう特許申請してるんですよあなたが申請してるの一応そうですね大学が一応出してますうちたなあさんがその編み出した技術というかその方法を今大学が特許申請中ということでそれ会社作るのええ、作らないですよ僕は日本放送のアナ ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新しています この増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはもれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK 工事イヤップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています 2>, 2月23日火曜日朝7時を過ぎました おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華ですそれでは最初のニュースこちらです関西3府県政府に対して緊急事態宣言の解除を要請へ大阪府の吉村知事は兵庫県と京都府とともに今日にも緊急事態宣言の解除を政府に要請する方針を明らかにしました 緊急事態宣言は3月7日を期限としていまして、今月末での解除を政府に要請する構えということです。えー、そしてまた同じくですね、緊急事態宣言が発出されている愛知県の大村知事も、今月28日までで宣言を解除できないか、国や、えー、同じく宣言の対象となっている岐阜県と協議を始めたと明かしました。岐阜県の古田知事に電話で考えを伝えましたが、古田知事は慎重な姿勢を示しています。 これね、まあ、関西のね3府県の知事さんの立場からすれば、はい、まあ要するに数字、新規感染者数はじめ、いろんな数字がですねあの下がってくれば、宣言解除を要請するのはまあ当然というかね、まあだだ、だと思うんですよ。えー、ところがね、関東、とりわけ東京なんかの立場とは、これ、全く違うなと実は思うんです、本当は。はい、なぜならば、東京はオリンピック控えてるからですよ。 でこのことあんまり誰も指摘しないんだけど、ええ、実はあの去年の例、ね、東京とそれからロンドンもそうですけど。 この例を見ると大体いい感染の1つの波が、ね、終わって5ヶ月前後ぐらいするともう次の波が来るということになっているわけ、はい、でワクチンがまあ接種始まってますけどどうやら遅れそうだってことでしょ、はい、少なくとも東京オリンピックの開会式までに多くの国民がそれを打つと要するに集団免疫獲得するところまで至らないことはもうすでに明らか。 であるとするとこれは要するに緊急事態宣言のような強制的な物理的な手段で例えば3密回復するとかっていうふうにやらざるを得ないんですよね本来は、ええところが政府はそれを言うことはできない、うん、なぜならばだって東京五輪,五輪のために、ね、緊急事態宣言解除させてくださいなんてことを言えばですよ、うん、飲食業界その他の皆さんからすればさだったらオリンピックやめてくれよと。 いう話が出かねない。むしろそれがもしかしたら多いかもしれないぐらいでしょ今、あの、はい、世論調査の結果を見ると。えー、つまり、緊急事態宣言という話と、当局人の話っていうのは、実は本当はリンクしてしまうんですよね。えー、私、今、このまま、あの、ワクチンが不十分なままあ解除していくと、これはもう確実にオリンピックを直撃するなと、第4波が。 あだと思うんですよねだからそうすると、これは本来であれば、あこのままあの厳しい自粛なり制限措置を継続した方がいいと思うんだけど、そのことはなかなか言い出せないっていうことで、はい、今,の今の状態何かっていうと、まあ、ある種ね、緊急事態宣言と東京オリンピックが不都合な真実になってきてると。みんな分かっているのに、それは言えないみたいな。うん ああいうことになりつつあって、まあこれ菅政権非常に難しい,い局面だなと。 いいう,うに思いますねそして吉村知事なんですが解除後の飲食店の営業時間短縮要請については大阪市内だけ続けて閉店時間を、うんえー、午後の8時から9時にしたいと、うんまあ、示していいるととうことなんですね、うんまあ、だからその大阪それからあの愛知とか岐阜なんかも、はい、まあ東京オリンピックのことを考える必要ないという立場ですから、うん、まあそうだとすると、まあ、その数値が下がってくれば短縮時間のの その緩和、はい、あということも十分あり得るだろうなとまあ自らの立場からすればまあそれはそうなんですよだからまあそれはまあ3月7日を前倒ししてまあ解除にしてもまあそれぞれのお立場で考えればまあやむを得ないかなというふうに思うけど、はい、まあこれが問題は東京ですよね,すよね、うん、東京どうするんだろう例えば、はい、あ単純に言うと今ステージ3になったら解除っていうとステージ3東京にあ当てはめるとどのくらいかというとだいたい新規感染者の数で200 九十九人なんですね。ところが、はい、昨年の秋、例えば十月頃の状況どうだったかっていうと、二百八十人ぐらいの新幹線車が出てたんですよ。ええ、で、そのままずっとじ,じりじりじりと何ヶ月か二三ヶ月続いて、そしたら第二波がそのまま第三波になっちゃった。 ということはですよ、今のもし299人ステージ3の数字を単純に当てはめて解除するともうこれはじりじりその300人弱ぐらいの水準を続けた後、第4波に来るのはもう確実と見ていいんじゃないですか、うん、で例えば東京大学の先生たち経済学者たちはこのまま安易に解除すると第4波はこれまでよりもっとひどいことになると。 もうすでに出てますけど、まあ、それはこれまでの経験で明らかなんですよね、つまり第1波よりも第2波のが大きかったし、第2波よりも第3波のが大きい。となれば、第4波は第3波よりも大きいので、えー、これはね、東京五輪のことを考えると、私は安易に解除すべきでないと思いますね、それができるかどうか。おはようニニューースネットワークこの時間に取り上げるニュースまずはこちらです 菅総理が長男の接待問題について謝罪総務省としては事実関係をしっかり明らかにして徹底した調査を行ってほしいこれは私の思いであります私の長男が関係して結果として公務員が倫理法に違反する行為をすることになったことについては大変申し訳なく思っておりまして心からお詫びを申し上げたいと思います 今お聞きいただいた音声は昨日の衆議院予算委員会で菅総理大臣が長男の接待問題について謝罪したものです菅総理大臣の長男が務める放送事業会社による接待問題で総務省は昨日接待を受けた13人のうち11人を懲戒処分などとする方針を固めました明日24日に人事院に報告し処分を実施します この11人の会食ですが、2016年から去年までの5年間に合わせて延べ37件行われまして、総額が52万6000円余りに上ったとしています、うん、そして、うん、この37件のうち、菅総理大臣の長男が出席していたのは、延べ20件だったというこの問題ね、まずね、思うのは、文春すごいなと。 <laughs> 私もメディア出身なんで、そっちに行っちゃうんだけど、えー、もう本当、これ、CIA 並みだなとぐらいに思いますよ。だってほら、はいうん 接待する会合を現場突き止めてね、えー、後ろつけてただけじゃなく、うん、店に入って話聞いてただけじゃなく、うん、それを隠し撮り録音してたんでしょ音声も出てきた。すごいよね。これ本物の CIA のスパイだったら、もうかなりのディ,、うん、ディバイスを使うと思うんだけど、まあ要するに市販のね、あのテープレコーダーでも取れちゃうぐらい、まあ堂々と喋ってたと、それをまあ見事に録音してしまったと。うん、これはね、まああのメディアの人間として見たらですよ。 週刊文春さんすごいなと思います。うん、まあ逆に言うと、それぐらい総務省の皆さん、はい、あるいはこのご,ご長男、何やってんのと、そんなことも気がつかなかったのかって、まあ抜けてるなというふうに思わざるを得ない。えー、まあそこですよ。まず1点目。えー、まあ素直にそこか思う。えー、それとね、もう一つはね、今、総理の発言でもあったけど、総務省には徹底的に調査してもらいたいみたいなこと言ってるけどさ、えー、ここのところね、例えばですよ、 あの問題、この官房好きに処分した2人があった時にあの大臣、なんて言ってたかというとこの接待問題とこの人事と全く関係ないって言ってるんですよ、もう一つ官房長官もね加藤さん、なんて言ってるか適材適所の配置として行われたと言ってるわけ。 こんなこと言ってるようじゃねとてもじゃないけど、徹底調査なんかする気があるかっていうふうにね、思いますよ。まあそこがね、ちょっとその政治家の判断として、はい、一体この武田さん、加藤さん、何やってんのと。だから総理がまあ、ふうに言わざるを得なくなっちゃって。 いるわけですけども、ここはね、むしろ逆にね、武田さんも加藤さんも怒って、はい、で、これもう徹底的にね、野党に言われるまでもなく徹底的にやりますと。で、もあの人事ではもちろん処分の一環です。本格的な処分はこれからやりますと。ぐらいを言わなきゃね、政治のこのイニシアティブでこの問題解明しますっていう姿勢がね、見えてこない、まあ。だからちょっとね、この政府の方が、まあ総理がようやくまあ言ったけども、まあちょっと遅きにした感があって、 だだいたいこの役人当事者たちもですよ、はい、最初は何言ってるか,か何話したか覚えてない,い,ないんそんな衛星放送の話したかどうかは極にないみたいなこと言ってさとぼけてるわけじゃない、えーはい、そんなことがあるかっていうのはさもうどう見たってわかるよ「週刊文春」の記事ちゃんと読んでごらんなさいよと <laughs> と私は言いたいな、えー、だから構図は非常にはっきりしてるんだからこれからまあ今でも遅きにはしたけども、えー、この政治のリーダーシップでね 徹底的に解明するで自ら海を出し切る処分はやむを得ないよこれはしょうがない、えー、ということでやってほしいいなと思いますねそして続いて取り上げるニュースはこちらです中国の王毅外相がアメリカのバイデン大統領に対中政策の見直しを求める。 中国の王毅外相はきのう、米中関係をめぐるオンラインフォーラムで演説を行い、中国製品への不当な追加関税や、中国企業への一方的な制裁などを放棄するよう求めました。また、台湾や香港、新疆ウイグル自治区とチベット自治区への内政干渉もやめるように訴えました。 王毅、えー、外相はトランプ前政権の下行われてきた、えー、ことに関して批判をしつつも、うんえー、気候変動ですとか新型コロナウイルスまた世界経済回復の各問題では米中協力を提唱したということですね。うんうん まあこれはね、大きい外務大臣がバイデン大統領に見直しを求めたってことで、はい、まあ基本的な構図は、あ中国の方がまあ追い詰められてるっていうふうに見ていいと思いますね。と、えー、いうのはね、バイデン大統領、この中、対中姿勢どうなんだっていうことで、私、かなりまあ心配してたんですよ、実は。というのは、 まあ要するに、融和的なんじゃないのと。甘い、甘い顔するんじゃないのと。息子のこともあるしと。いうことを、まあ、見て、思ってたんですけども、このところの、まあ、ブリンケン国務長官の発言、あるいはバイデンさんの発言などなど、まあ、アメリカ側から出てくる発言を見ると、まあ、なかなかちゃんとしっかりしてきたかなっていう感じはする。つまり、何を言ってるかっていうと、要するに、大統領も言ったのは、新疆ウイグル。まあ、要するに、もう、ジェノサイでやってる新疆ウイグル。それから、台湾、香港。 それからインド太平洋、これ言ってるわけですよね。まあだから確かに気候変動なんかで協力求めるっていうこともまあ言ってはいるけども、まあまあしっかりしてきたかなと。で、それも実は中国は感じ取ってるんだと思いますよ。 ちょっと甘いんじゃないのと、まあ高く食っていたら、いやいや、ちょっとこれはまずいかもっていうふうに、ちょっと思い直しているところじゃないでしょうか。うん、まあだから、王毅外務大臣が、あの、体重政策を見直し求めるっていう。まあ、要するに今、制裁関税続いてるし、えー、その他のいろんな個人的な処分もずっとついたままで、うん、要するにトランプ政権の政策が今、解除されたものは一つもないわけですよね。なので、まあ、見直し求めるっていうことにまあなってきてる。まあ、今、そういう、その、まあ、ボクシングで言えば第一ラウンドが始まって、 うん、まあバイデン政権の方がまがちょっと今ポイント稼いでるかなみたいなまあそういう局面かなというふうにまあ私は見てんですねただ、だからといってあのバイデンさんもちょこ,のこれから大変なのは北京五輪ですよ<ー>来年、北京五輪控えてるでしょ、はい、でジェノサイドつまり大量虐殺を新疆ウイグルでやってると、まあ、これトランプ政権の末期にポンペオが認定したわけですけど、はい 一方でお前ジェノサイドやってるよねって言いながらですよ、うん、俺は人権重視してるんだと言ってで,でもオリンピックは出ます。 みたいな話はね、これちょっと通りにくい。筋が通らないんですよ。うんええ、だから冬季五輪がオリンピックどうすんだっていうことが、はい、まあこれから半年ぐらいの間にやっぱり問われてくるし、ええ、もうすでにメディアの世界では、もうみんな各国注目してるっていう、まあそういう状況ですよ。うん、だバイデンさんはその北京五輪がどうすんだと、要するに参加するのかしないのか、ええあっていうところがこれから問われてくるので、うん うんまあ、バイデンさんにとってもいよいよ本当の正念場を迎えるなというふうにまあ思いますね、うん、平和の祭典とジェノサイドってもありえないですよね。ありえないよ。うん、う多様性うんぬんかんぬん言ってるどころじゃないんだから、えー、まあ要するに臓器摘出までしちゃってですよ、うん、それからまあレイプはもちろんのこと、えー、まあ要するに残虐の行為が何百万人もその強制収容所に入れちゃってですよやってるってことがかなり明らかになりつつあるそういう局面なのに オリンピックは出て頑張りますみたいなこんな話はないと、はいおまあ、だから、そこらへんが、まあ、もうこれから日本もそうですけどとりわけバイデン政権は人権外交を掲げているわけですから、まあ、そこが大ききなな問題になってきますねイギリスはもうすでにこうボイコットを示唆するような発言も出てきてきますイギリスも実は2015年当時ぐらい、うんえー、つまり習近平氏が バッキンガム宮殿で、ね、エリザベス女王と会った時あの辺りはまあかなり中国に寄ってたわけですよねう言うがどころじ,じゃない、えー、はっきりっ親中的だったわけ、はい、えでもそれが、まあ、あのこのウイルスの問題 えが起きたり、このウイグルの問題が起きてきて、まあ今だいぶ厳しくなってる。はい。まあドイツもフランスも厳しくなってると。うん、まあいうことですから、まあそこら辺をその人権あるいは自由と民主主義外交を展開同盟国と共に展開するって言ってるバイデン政権が、これからまあどういう 本当の対中外交を展開するか、まあ、そこがまあ最,最大の注目点ですね、うん、よくそのバイデン政権になって各国とこう連携をしてその上でこう中国と対峙していくんだという,ふうな形をよく報道で聞いたりもしますけれど。バイ 前政権とその中国とのその向き合い方というか、対峙っていうのはどうご覧になってますか。えー、あだから、まあ、今言ったように、私は、まあ、だんだん腰がしっかりしてきていたし。<laughs> 何より、あの、このホワイトハウスの話よりというよりかは、はい、アメリカの一般の国民。 の間で中国に対して非常に厳しいよね、今。うん、人権がそう、それがその前に、例えば知的財産の泥棒の件、などなどもあり、要するに、あの、まあ、非常に大げさに言えば中国人はもうね、あの、素顔で街を歩けないぐらいな感じなんですよ、はっきり言うと。はあ、今、だってアジア人っていうだけでさ、中国人間違われて、はあ、あの、ほら、暴行を受けたりしたり、のが今ニュースになってるでしょなっ,ます、ね、なってるでしょはい。 です、まあ、そういう雰囲気なんですよ、今アメリカは。うん、ああ、なので、バイデンも、まあ、甘い顔できない。うんえー、だろうな、というふうに思います。うん、この時間は、教えてニュースキーワードです。メディア論。 新型コロナウイルスやアメリカ大統領選挙など SNS 上を中心に巻き起こっているメディア論。このコーナーでは元東京新聞論説副主管で最近は YouTube のニュースチャンネルで高橋洋一さんとメディア論について語っている長谷川幸宏さんにこれからのメディアのあり方について伺います。 <laughs> はいということで。分かっちゃうよな。<laughs> 近頃の行動のあり方いかがでしょうか。あのね、まあえー、まず森さんのね話ね、はい、このオリンピックの問題で。 あれもね、要するに発言全体見ると、森さん最後の方で、いやいや、組織委員会はね、女性の方非常に活躍してしっかりしてるって言って、むしろ褒めてるんですよね。ところが前段で、半分、その伝聞情報も交えながら、女性が話が長い、うんぬんかんぬん喋っちゃって、ええ、で、混ずったのは森さんにとってね、うん、記者会見で謝っちゃったでしょ。奥<ー>さんにも怒られたとか言って。はい だから、あの、その、本当は、スタートは切り取り報道だったとは思うんです、私。むしろ講談部分が全く出なかったから。でも、肝心らめの森さんが謝っちゃったから、あ、もうこれは森さん、ま、負けだっていうことで、まあ、いわばそれに輪をかけてですね、その、要するに森たけ論のストーリーに乗っちゃって、切り取りプラスストーリーで、ーでまあ、ある種の、この森バッシングが、まあ、 ああ、この、インフレ状になっていっちゃったっていうね。はい、まあそういう展開だったろうなというふうに思いますよ。うん、まあでも、じゃあ普通の人たちどう思ってるかというと、ね、いくらでもちょっとやりすぎなんじゃないのぐらいのことは、まあ思ってんじゃないの。私別に擁護するつもりないけども、はい、まあ森さんの感覚あの、は決してね、あの、女性がどうのこうのって言って貶めるというような意図は、それなかったとは思いますね。うん、だからむしろそこが、まあややバランスを貸してるっていう、 いうのも、まあ、ある、あったんじゃないのかな。ゴん。さんについてはね。その、なんか、こう、報道のあり方で、あ、このトピックスだと思ったら、もう、そこ。うん、そうそう、今ね、もう、それがね、うん、どんどん、はしゃがってしちゃってさ。えー、もう、テレビから、新聞から、とりわけ、テレビなんかの、世界、もみんな、そうでさ。もう、えー、まあこれ、叩け、みたいになったら、もう、叩かなかったらね、うん、あの、流れに、遅れるっていうか、まあ、要するに、そういう。 あの方向を決めたらその方向に都合のいいコメンテーターさんを呼んできてっていうかまあコメンテーターさんにそういう話を振ってまあそれで流れを作っていくっていうだからそれ以外の話するとさなんだかねまあこのちょっと使いにくいよねみたいな。 話になっっちゃって、うん、まあそれがまあ私みたいなんじゃなくて普通の視聴者の皆さんだってもう丸見えじゃないですかね今だからみんな YouTube とかさ SNS <ー>とかに移っちゃうわけですよお客さんが、えー、自由な議論っていうかあの柔軟な議論がないからうんうんだと思います。 だからその自分たちの作ったストーリーに合うコメンテーターの方を呼んでくるというかそういう形でらそとテレビばっかり言っちゃ申し訳ないけど、うん、実は新聞だって似たようなもんでさ、はあ、要するにあの、まあ、特に新聞記者はどういうふうに教育されてるかというと、えー、最初にストーリーありきはその通りなんですよ。うん、この記事についてはこういう感じでやれば見出しが立つよねっていうイメージがまず先にあり、はい、それで取材にしていって。うんうん で、問題は取材すると大体そのストーリーっていうのはまあ違っちゃうわけ違ってることがわかるわけ。どっかで、うまこれはうまく、その通りのストーリーじゃないなっていうことが。はい、問題はそこで方向転換できるかできないかなんだけど、うん、往々にしてできないし、デスクが特にできないから、やっぱりまあ何やってんだと。そういう、それに都合,都合のいいデータを揃えろよっていう話になり、そのデータに都合がいいコメントを集めてこいっていう話になり、そうやって作られてくる,くるわけですよ。それで見出しが立っちゃうと。うんえー っていうことが、まあ、もう要するにこの10年、20年でかなりもう進んでしまって、要するに真実っていうのは取材してみるとさ、さ全然別な姿を見せるってことがほとんどなんだね、はい、実は。ええ、思い込みの方があるかに間違っていることが多いわけですよ。うんうん、だ問題はそこでどう新しい話を展開できるかっていうところが問われるんだけど、えー、まあはっきり言ってまあ能力がないんだな、大方の記者さんたちは。 それで、えー、まあどん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 ダメになってるっていうのがまあモッカのところじゃないですか。ああ<ー>、うん、そうやってその長谷川さんですからの、えー、こう YouTube にこう行って行くと、はい、その聞き応えのある話を聞きたいな知りたいなと思ってる方ってどんどんそうやってこう<ー>ネットの方に行きますよね。まあネットまあ私も YouTube やってますけど、えー、まあ要するに YouTube はまあ勝手に入るしね。うん それからあの尺がさ、はい、別に2分とかね、テレビなんかもう90秒だからね、1分半だよ、と、はい、いうことがないので、ね、まあ言いたい放題、ね、まあやってると。それからまあ新聞の問題、もう一つ言えばね、ね新聞はそれにさらに加えて、え あのまあ、あの構造的な問題、うん、つまり、ね、宅配制でしょ、ほとんど、ええ、でみんな新聞,新聞販売店を食わしていかなきゃいけないっていうでしょだから、例えば新聞なんかがネットに後ろ向きだった、まあ、このくらい違うと思うけど最初の頃ネットに後ろ向きだったのはそんなことネットで、ね、ニュース流されちゃったら俺たち新聞配れなくなっちゃうじゃんと新聞取らなくなっちゃうじゃんって<ー>販売店経営できないよみたいなこういう声があって、えーまあ、それでそのなかなか方向転換がまあできなかったって。う ただね、これからじゃどうなんだというと、私はねあの、ネットに映るのは、もうこれは止められない。ええ、だから、ネットの24時間体制を,にをメインにしつつ、新聞をどうするか。 なんだけど、ええ、じゃあ例えば解説とかねインサイドとか深掘りした記事こういうものがあの出せるかどうかっていうとそれもね新聞の場合は難しい紙の場合は難しいのだって紙ってほらスペースの問題があるでしょス、ね、スペースの問題文字数決められてるってそれから、うん、さっき言ったそのストーリーに合うか合わないかっていう要するに紙面が全体としてストーリーで作られてるのに、ええ、それと違うものを出せるかどうかと。うん、だから要するに 深掘りした記事なんかは要するに有料になってるところもあって、はい、実はそっちの方が結構読み応えあり合うんだよねっていうのはまああるんだけどさ、うんうん、あでもそれがなかなかまあビジネスとして定着してないっていうのがまあ現状ですよね、うん、ただでもだからといって通りいっぺん紙で出てるようなことをネットに流せばそのままお客ついてくるかって言ったらそんなものは全然お客ついてきませんから、うん、要するにビジネスとして成り立たないので、まあ、リストラはやむを得ない。 まあ少数生でどれぐらい深い取材する記者と記事が出るかっていうことが勝負かなとここだけニューススクープアップこの時間最後のニュースをスクープアップ加藤官房長官が新型コロナワクチンについて2回の接種が前提と述べる 昨日、加藤官房長官は午前の会見でイスラエルの研究機関がファイザー製のワクチンは1回の接種でも高い効果があると発表したことについて、2回の接種を前提に薬事承認されており、直ちに1回で十分かは慎重な検討が必要。厚生労働省でしっかりと情報収集を図っていくと述べました。 えー、この時間は東京都医師会理事で東京都のワクチンチームのメンバーでもあります。成城学園前にあります、えー、鳥居内科クリニック院長の鳥居明さんにお話を伺っていきたいと思います。鳥居さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。ます朝早くからよろしくお願いいたします。いますはい、あの東京都内でも新型コロナウイルスのワクチンの接種始まりました。けれども、都内では何箇所の病院で行われているんでしょうか？ はい、あの、今行われてるのは医療従事者に対する先行接種という形で行われてます。はい。え今都内では七箇所に行われてます。ええ、国立病院系が三箇所と社会保険病院系が三箇所、あと労災病院で一箇所と言って。ええ、七箇所で行ってます。はい。あの、こちら、あの、先行接種された方の反応というのはいかがでしょうか。はい、あの、だ、ま。 えっ今のところ、ですね大きい副作用を心配なところは出てないみたいでして、あの皆さん、やっぱり接種部位の痛みとか、あのえー、手が上げにくいとか、そういうことはありますけれども、えー、大きいものは出ていません、で全国ではあのジンまシンと少しおかんが1件ずつ出てますけれども、えーあの、そんなに多い頻度ではなくて、むしろ安心して受けるというような感触を得ていますなるほど、発熱ですとか、その痛みといったのは、それはあの他のワクチンとこう似たような副反応というか、そういうことなんです ですか、ねはい、あの問題のも,のも出ますので、まああのえーと、翌日ぐらいに接種部位が痛みが大体50%ぐらい出てます、それから発熱が、えー、今までの例でも、えー、2割から3割ぐらいあるということなんですけれども、えー、全体的にはそんなに多いものではないですねあの東京都では現状では、そのワクチン接種の計画というのは、そのスキームはどのようになっているんでしょうか。 はい、あのー、まあ、今、えっ、ー、と、全国的に大体、あのー、流れは同じなんですけども、<っ>まず最初に医療従事者向け先行接種というのが行われます。これが1万から2万人。はい、そして、あの、その後に医療従事者向けの優先接種というのが370万人ぐらいありますよね。はい、ここの部分は、あのー、今、えー、各、う地区医師会なんかで、えっ、ー、と、いろいろ方法を考えているところですけども、うん、あのー、 練馬区方式っていうのは有名でよく出てきてますけども、えー、あの多くは集団接種と、 個別接種、それを組み合わせた形になるという形です。はい、えスタジオには長谷川幸洋さんもいます。あ、こんにちは。あの、長谷川と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あの、先生、まだわからないことが多いと思うんですけども。はい。ちょっと素人考えで思うには、ワクチンって、今、まあ、インフルエンザでも、大体効き目って三ヶ月ぐらいじゃないかと思うんですが。はい。このコロナワクチンの効き目っていうのは、どのくらい持続するもんなんでしょうね。 えとこれはまだあの持続期間は分かってないのが現状で,でしょうね、ただ、えーまあ、今使っているのはメッセンジャー RNA を入れ込んで、そこで、はい、あのスパイクタンパクに対する抗体を作るという形で、そんなにすぐになくなるということはないと言われていますなるほどいやというのは、あの仮にじゃ来月打ったとして、 今年の秋冬でまた気温が下がってくるっていう時になると効き目が薄れちゃうのかなとか、あるいは今年はまあなんとかワクチン手に入って打ったとしても、じゃあ来年以降も毎年打たなきゃいけないのかなとか、そういうところはどうなんでしょうね。 あの、これに関しては今はですね、あの、まあ、世界的にいろいろな研究が行われてて、どのくらい抗体が待つかというのが行われてますので、はい、その結果が、あの、大切になると思います。すまあ今あの。 健康接種で行っている人たちはあの副作用もその後のフォローも非常にあのきっちりやってです、ねえー、とそれがどうなっているかという日本人としてのデータが出てくてるんじゃないかと思ってますあと、昨日の,その加藤官房長官の会見でイスラエルの研究機関がまあファイザー製のワクチン1回の接種で高い効果があると発表したことについて、まあ、2回の接種前提にというふうにあの改めて話していらっしゃいましたけどもこれについていかがですか。はい、あの基本的にはこういうい 薬、まあ、インフルエンザーも、えー、全部そうですけど、も、ワクチンとか薬っていうのは、承認するときに、まあ、臨床試験っていうのをやって、それで認められるわけですね。はい、でその際の,あのデータでは、1回目で大体70%、2回目で90%ということで承認が得てますので、<laughs> あのこのセットで打つというのは、今のところは基本になると思います。 ただ、いろんな状況とかによっては、1回だけであの全員に打つような方向に持っていくとか、そういうことはあの考えられると思います今の段階ではあの、えー、コール大臣がおっしゃったような形になると思います。 なんかあの、欧州では確か2回前提でやってみたけども、ワクチンの供給が足りなかったから、まあやむを得ず1回にしてしまったみたいな報道が確かあったように思いますけど、やっぱりそういうことって起こり得ることでしょうかねはい、あの、これはやむを得ずということは、 ここれから起こり得る可能性はゼロではないとま特にイギリスとかヨーロッパではかなりあの死者も多いですし、えーまあ、緊急事態よりも本当に非常事態の状態ですからあのそういうようなことも行われていますし、まあ、接種をできるだけするためにあの接種をする人をドクターとか看護師さんに限らずです、ね、あのボランティアを教育してやっているとかそういうような、まあ、戦時体制と同じような、えー、形もとっているところもあるのでこれは、まあ、流動的になると思いますけど。原則としてはあの 臨床試験で通ったものに薬事承認が得られた。うん 方法の、うん、接種になると思っております、はい、えそしてメールちょっと頂い,いておりまして川崎市のてっちゃんさんからなんですがワクチン2回の接種で医療機関が逼迫しないか心配ですというふうに頂い,いたんですけれどもあの現状あの自治体によっては PCR 検査センターもあるかと思うんですがそういった中であのワクチンの接種もこう始まってくると医療従事者の皆様はちょっとなかなか大変になってくるのではと思うんですが人員の確保とかどういかがですか はい、あの、これから、まあ、地区医師会によっても多少違いがありますけれども、あの、東京都の場合は、まあ、かなり医療施設も多いですし、医師もそれなりにいます。えー、ですから、まあ、一つは、あの、今まで検査の方でやってたということ、もう一つは、あの、これからワクチンになるということなんですけれども、えー、まあ、この辺は、あの、地区医師会です、 工夫をしながらですね、あの万全の体制でやれるようにもっていく予定であります。うん、ですからその際にはあのどこで打つかとか集団接種にするとか個別接種にするとか、まあ、これはあのいろいろ工夫が必要になると思いますので、まあ、体制を今確立しているところです。うん まああの私自身は実はもう68にもなりますのであの、打てる順番が来たらもうすぐ打とうと思ってるんですけど、いまだにやっぱり、特にお若い方は、まあ、様子見みたいなこともあるんですけど、やっぱりあれでしょうねあの、国全体としてみたら、できるだけワクチン打っていただいて、早くその集団免疫を獲得した方がいいっていう、そういうふうに考えてるんでしょうね。はい これはあの、まああの、今、大体世論調査なんかでも、接種すると決めている人は60%、まあえーっと、しないと思っている人はあの、これアレルギーなんかも含めてです、ね、20%、迷っている人が20%ということで、まあ、あのできればです、ね、皆さんにあの可能な方を受けていただく。でこれはあの自分がかからないためじゃなくて、やはり、ね、みんなにうつらない、かからないというあの集団免疫の考えがあります。でこのウイルスの場合にはだいたい、大体60%以上の方が免疫を持てば、 感染拡大が防止できるんではないかと言われてますので、うんまあ、そういう点では迷っている方もぜひ、あの、打つような、えー、していただきたいと思います。うん そうですね。あのー、まあ私ももうこういう歳なので、まあそれなりにいろいろ、あのー、薬飲んだりしてるんですけど、まああのー、私のかかりつけ医のお医者さんに言ったらもう、長谷川さん、あなた年歳だしねと、<laughs> う打つったら後遺症含めてね、大変なことになるんだから、それだったらワクチン打った方がいいよって言われて、それもそうだなと思って、ちょっと考え方を変えてですね、はじめはちょっと消極的だったんですけど、今は自分はまあ打とうかなと思っております。はい。 改めてに、はいうすね、ぜひですね、あのー、はい、打つ方向で、あのー、まあ、若い人もですね、やはりこれ、あのー、後遺症等も悩んでる方もいらっしゃいますので、あのー、打つ方向に考えていただければと思いますの。そですね。まあ、問題になるのは接種直後の、その、アナフィラキシーとか、血管瞑想反射波っていうことなんですけど、 頻度は非常に少ないいととうことが分かってきてきます、えー、またあの、サラサラの薬を飲んでいる方なんか接種部位が少し気が止まりにくいということもありますけどこれもしっかり抑えて,ていただければ大丈夫ですしです、ねまあ、先ほどの接種直後のアナフィラキシートか血管迷走神経反射というのはあのその場で起こりますのであの医師が、まあ、きちんとその場にはあの対応できるようにしていますのであの安心して受けていただけると思います。はい えー、この時間、東京都医師会の理事で、東京都ワクチンチームのメンバー、えー、そして鳥居内科クリニック院長の鳥明さんにお話を伺いました。朝早くから本当にありがとうございました。ありがとうございました。来賓の皆さん、そして国民の皆さん、 今日はコージーの日だ、コージーの日です。我々は1年に6回、2ヶ月に1回訪れる試練から、ポッドキャスト、そして YouTube、番組は尊くもろいものだと改めて学びました。コージー史上、これほど多くの難題に直面。 した時代はほとんんどありませんこれを克服するためには言葉以上のことが必要だ民主主義の中でも最も得難いものを必要とする番組を聞くことによる結束,結束です我々は東京有楽町に立って日本放送から毎朝ラジオ放送を行って 平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの2時間回数もすでに700回を超えましたしっかりと理解をしてほしいです聴取方法の相違が分裂につながってはなりません、えー、私たちはあなたたちに誓うでしょう誓います、えー関東 3県でラジオの地上波で参加した人々とポッドキャストそして YouTube で参加した人々を同じように扱うと約束します皆さん目下の課題に取り組むために協力が必要です暗い,暗い冬2月中旬のお調べの習慣を 乗り越えるためにてての力を必要としています国民の皆さん、神とあなた方の前での神聖な誓いを持って、今日のこの場を終わりにします、約束します、本音を言いましょう。あなたが、もしもあなたがラジオを聞いたか。 と聞かれたならば、飯田浩二のオッ OK 工事プをいつも聞いていると答えてくれることを私は強く願っています。リスナーのあなたに神の祝福をありがとうございます。